Yo desde chico, yo, Jesús Cristo, Watashi, Story Story ni, Anataka, Watashio, Aistemaska, Toyushitsumongo, este curemas. Watashiwa, Kono, Shitsumoni, Kotaeru, Kanoseiwa, Futatsugarimas. Shitotsuwa, Praido, Nimotozuit, Kotae. Arriva Jibunwo Shiranai, sono Nanka Mekura, Seishin Tekina, Rei Tekina Mekura Kara, Kotaeru Koto. Arriva Jijitsu, o Wakate, Jijitsu, Jibunga, Dare de Aruka, o Shittete, Sore o Mitomete, Iru Jotai Kara, Kotaeru Koto. Ryohotomo, はい、主よ。私はあなたは愛していると、いう、答えですが、偽善的な、答えは、やっぱり、自分が誰であるかを知らないので、その、真っ暗から答えること。つまり、まあ私はなんとなく、努力をしたら、あなたを愛することができる。あなたに従うことができる。つまり、良いキリスト者になることができる。私が忠実なものであると、聖ペテロと、同じように、主よ、私はあなたと共に死に至るまで行きます。が、一つのことを、ペテロが忘れてしまいました。つまり、サタンよ、退け。お前は人間のような、この世の考え方を考えます。人間のような考え方を持っています。神の考えを持っていらっしゃらない。あなたが神と同じように考えないと。覚えていますかね。イエス・キリストが、私はエルサレムに行きます。そちらで迫害され、十字架に貼り付けられ、死んで復活する。そういう報告に対して、ペテロがつまずいて、これはありえないんです。あなたに怒らないことです。怒られないことですって言うとね、私たちもそうですよ。私たちが、なんか苦しみに対して、愛のための苦しみに対してつまずきがあります。つまずく。だから私たちは何もできない。イエス・キリストに従うことはできない。イエス・キリストを愛することができない。それを認めたら愛することができる。矛盾みたいけど、そうじゃない。私たちはいつイエス・キリストを愛することができますか？自分がキリストを愛することができないと分かったとき。矛盾ではない。同じように、いつ主人が奥さんを愛することができるんですか？自分が奥さんを愛することが全然できないということをはっきりわかる。わきまえて、それを認めたら愛することができる。どうして？主よ、私はできないからしてほしい。私は奥さん、主人、恋人、私が司祭通して諸教区の人々、羊を愛することはできない。命を懸けることはできない。自分なりにしなければならない。みんな、自分なりにしなければならない。私が、相手が、私に反対するときには、私愛することはできないなとね。それを認めたときには、主よ、あなたが何でもわかる。あなたが私が弱いであるということをわかる。私も今わかっていますから、お願いします。手伝ってほしい。許してほしい。憐れんでほしいと。そういう、そういう、事実を認めた時には、イエス・キリストに全てを任す。そしてイエス・キリストと共に歩むことになる。そしてイエス・キリストと共に行きたくないところに行きます。行きたくない。行きたくない。私は愛するために死にたくない。私は犠牲を払いたくない。私は相手を認めたくないなとかね。私は奥さんのその、性格の部分を
に入りたくない、それを分かったら、そして入りたくないだけではなくできないということを分かったらね、キリストがあなたを引っ張る、あなたがキリストに委ねて、キリストがあなたと共にそちらに入ります。キリストがあなたを導く、キリストと共にあなたがその行きたくないところに入ります。そして復活する、これは愛です。キリストへの愛、そして兄弟への愛、彼と共に毎日の事実に入ること、これはキリストへの愛へ。他のことはもう感情的なこといらないんですよ。本当の愛はこれである。主よ、私は笑んでくださいという祈りはキリストへの愛の門です。それによってキリストと御父に栄光を与える、つまりみんなが行きたくないところ、みんながしたくないことをすること、愛すること、自分ではない、神の恵みによって、神の恵みによってそれを果たす、身胸を果たすこと、これはキリストへの愛。私たちが教会の中でこの信仰の歩みを歩むのは、この事実を認めるまで、わきまえて分かって認めるまで、そしてキリストに全て委ねること、これは洗礼、毎日毎日この霊的な洗礼に入るように招かれています。今日も教会たちよ、すぐ聖霊降臨がありますから、聖霊で満たされたものはキリストを愛することができます。どうして？自分の弱さはキリストの霊に、聖霊に、覆われて、もう満たされて、そしてその聖霊によってキリストと共に御父の御胸を果たす、それはキリストへの愛の証拠です、印です。それによって神の存在の証人となる、教会の中では、家族の中では、仕事など